国を挙げた収穫祭の最中、突如獣の呪いに襲われた美しき少女セレス。私のこと好きでいてくれる？言ってくるよ。そして彼女と親しい青年エンデ。ありがとう。獣の呪いじゃ。獣の呪いの秘密を知る老婆グライアイに導かれ、鎖につながれた謎の塔十三不塔へと向かう。獣の呪いによって徐々に獣へと姿を変えていくセレス。その進行を止めるのに必要なのは獣の肉。不思議な力を秘めた鎖を手に、エンデは一人十三不塔へと降り立つ。大小合わせ十三基の塔からなる旧軍事施設十三不塔。塔はそれぞれに異なる特徴を持つ。エンデは鎖と武器を駆使しながら強靭な獣たちに立ち向かい、さまざまな仕掛けを乗り越えていく。武器はあらゆる局面に対応しやすい体剣や、素早い身のこなしができる総称剣、広範囲に攻撃が及ぶ大釜など、それぞれに特性を持つ。さらに塔で得た素材を使って武器を錬成すれば、攻撃力が上昇するほか、連続攻撃の回数も増えていく。セレスを苦しめる呪いは刻一刻と進行していく。その状態はタイマーで把握できる。限られた時間の中で獣の肉を求め、塔の最深部を目指す。まだ呪いは完全には解けていないよ。また塔に行くんだよ、エンデ。エンデにまで危険な思いをさせて。これが、パンドラの塔、君のもとへ帰るまで。